お前上司に気に入られてるからって調子乗んなよ。はい？武田さん、急に何ですか？河本さ、今日も上司と仲良さそうに話してなかった？派遣社員のくせに調子乗るなよ。どんなに上に媚び売っても、お前は社員にはなれないからな。媚びなんて売ってるつもりないけど、普通に話してるだけですよ。なんでいちいち突っかかってくるんですか？俺、武田さんに何かしました？派遣社員のくせに調子に乗って、俺の目の前をうろちょろしてるからムカつくんだよ。仕方ないでしょ。目の前の席なんだから。俺だって好きで座ってるわけじゃないですよ。俺は社員なんだぞ。もっと敬うべきじゃないのか？そんなこと言われても、別に上司でもないし、俺たちの間には上下関係なんて存在しないと思うんですけど。ていうか、それを言うなら、俺の方が年上なのに、完全に最初からタメ口で、お前呼びなのも気になってはいますよ。派遣のクズ社員に敬語なんて使うわけないだろ。もったいない。もったいないの意味がわからないですけどね。お前はそろそろ痛い目見せてやった方が良さそうだな。少し態度に気をつけろよ。はあ、気をつけろと言われても、何を気をつければいいのかわかりませんけど、とりあえず、お互い違う仕事をしてるんですから、それぞれきちんと自分の仕事をやりましょう。偉そうなんだよ、その態度が。ダメだ。やっぱりお前はムカつくわ。ムカつかせてるのは申し訳ないですけど、そう言われても俺にはどうしようもないので。それじゃあ、忙しいので失礼します。ぜめえ、見る。派遣社員のくせに調子に乗ってるからこうなるんだ。痛い目見させてやるって言っただろ。どういうつもりでこんなことをした？自業自得だろ。俺の忠告を聞かないから。はあ？冗談もいい加減にしろ。一体自分が何をしたのか分かってんのか？店長だ。俺は正義感が強いから、偉そうな態度を取るお前みたいなクズ派遣社員だけは許せなかったんだよ。うーわ、すっきりした。店長？そもそも俺の忠告を聞かなかったアホ派遣が悪いんだよ。派遣社員の俺を見下して突然殴って緊急搬送させただろ。忠告って何？昨日丁寧に調子に乗んなってわざわざ連絡してやっただろ。それなのにお前がわからないみたいだから教えてやったんだ。体にな。ふざけるなよ。こんなことしていいと思ってるのか？俺の右ストレートが火を吹いちゃったんだよ。仕方ないだろ。不可抗力だ。はあ？自分でただ暴力振るっただけだろ。これは傷害行為だぞ。ただで済むわけないってわからないか？ああ。被害届出そうとか考えんなよ。そんなことしたらお前、終わりだぞ。はあ？終わりって？被害届を出したらクビにしてやるから。それが怖かったらおとなしく寝てる。で、自分でこけたって上には言えよ。脅してるつもりか。幸いなことに、俺が殴ったところを見た社員はいなかった。たまたま階段からお前が落ちちゃった時は焦ったけど、お前が意識失ってたから俺は第一発見者ということで解決。変なこと、上に言おうとしても無駄だぞ。会社は証拠もなければ、契約社員より正社員の方を信じるはずだし。右腕骨折だぞ。パソコン操作が必要な職種なのに、すぐに仕事に戻れない。これがどういうことか、分かってるのか？じゃあ首かもね。はあ？まあ、派遣社員なんてどうせ替えが利くしな。俺たちはゆとり社員って呼ばれてるけど、派遣よりマシ。派遣は俺たちゆとり社員の言うことを聞くために雇われてんだよ。そんなこと、本気で言ってるんだとしたら、相当イカれてるな。なんでだよ、事実だろ。自分がむしゃくしゃしたから八つ当たりで殴っても問題ないって？その通り、よくわかってんじゃん。だからサンドバッグはおとなしく泣き寝入りしろ。人をサンドバッグ扱いか。もう救いようがないみたいだな。俺に対してそんな口聞いていいのか？お前の首は俺が握ってるんだぞ。なんでだよ。上司でもないのに、そんなのありえないだろ。俺は、父親のコネで入社したんだぞ。
だからお前よりは上なんだよ。親のコネで入社できたことを自分の実力家のように語るなんて恥ずかしくないのか？どっちがだよ。お前の方が恥ずかしいわ。いい歳した派遣社員で恥ずかしくないの？年下の俺たちに見下されて恥ずかしくないの？そうか。いろいろと勘違いしているのか。何が？調子乗るからこうなったんだよ。自業自得だな。今回のことで懲りたら、もう変な行動しないことをお勧めするよ。じゃあ、自分の行動を顧みる気はないってことだな。派遣社員が生意気なら力で押さえつけてもいいに決まってるだろ。自分が悪いってまだわかんないな。一方的な暴力が正当化されることは絶対にない。本当にわかんねえやつだな。派遣のくせに生意気だから俺に殴られるんだよ。被害届出したらクビだから絶対出すなよ。俺の正体知っててやったのか？え？俺、ただの派遣じゃないけど、プログラマー専門の派遣会社から特別に派遣されてる。そんなことも知らなかったみたいだな。はぁ？何言ってんの？いろいろ言ったところで結局派遣だろ？そんなの同じだろうが。何カッコつけてんだよ。俺はプログラマーとして社長から特別待遇されてるんだよ。だから上司も俺に愛想を振りまいている。は？お前は俺が媚びを売ってると思っていたようだが、逆に上司の方が親切に対応してくれていたんだよ。俺が今会社からいなくなると大問題になるからな。大問題？なんで？新しいシステムの導入まで1週間しかないのに。これまで企画を仕切ってプログラムを管理していた俺が骨折。すぐに仕事には復帰できない。これで会社が困らないわけないだろ。え？お前がそんなに重要な存在だったの？ただの派遣なのに？だから、ただの派遣ではないんだって。俺が入院して仕事が滞ったら社長は激怒するだろうな。もちろん俺に対してじゃなくて、こういう状況に追い込んだ奴に対してだと思うけど。え、それって、俺のこと？他に誰がいるんだよ。完全にお前以外いないだろうが。あ、さっきの話だけど。何？首がどうのとか言ってたけどさ。俺は容赦なく通報するし、被害届も出すつもり。え？嘘だろ？首になっていいの？これが明るみに出て、首になる奴がいるとすれば、それは確実に、お前。少なくとも、俺ではない。なんで？俺？当たり前だろ。同僚を殴って階段から落として骨折させたんだぞ。どこの会社が社内のこんな問題をこのまま見過ごすんだよ。傷害事件だぞ。大げさに言うなよ。そんなのまだわかんないだろ。第一、俺がお前を殴ったっていう証拠だってないし。証拠？あるに決まってるだろ。ないだろ。お前の証言なんて信用されないよ。俺のこと嫌いなのかなって思われるくらいだよ。残念ながら証拠はあります。現場が監視カメラに映っていたはずだからな。え？監視カメラ？そうだよ。階段から落ちる前に見たんだ。ちゃんとあの階段の踊り場には監視カメラが設置されていた。お前の犯行の様子も全て録画されているはずだよ。それはさすがに、冗談だよな。こんなこと冗談だとしたらつまんなすぎるだろ。今までいろいろな会社でプロジェクトごとに契約して働いてきたけど、お前みたいなやつは初めてだよ。褒めてる？なわけないだろ。他人に暴行を加えて自分の鬱憤を晴らそうとするやつなんて人生でも初めて対応する案件だよ。案件って？でも、そんな大げさに言うなよ。確かに、怪我はしたみたいだけど、俺は殴ったって言うつもりじゃないし、ちょっと、ほっぺたに手が触れたくらいだろ。しっかり拳で殴ってきたくせに、今さら何言ってるんだよ。自分でも言ってただろ。サンドバッグ、とかさ。でも、実際には殴ってない。しかも、怪我したのは自分で階段から足滑らせて落ちただけで、俺のせいではなかっただろ。お前に殴られてなかったら落ちなかったよ。俺は誤解っていうか、とにかくやめよう、もう。こういうの建設的じゃないし、冷静に考えて何もなかったことにした方がいいんじゃないか？お互い職場で面倒を起こしたくないだろ？
もちろん起こしたくないけど、起こしたのはお前だろ。俺は怪我させられた、ただの被害者だけど。だからそれに対して、なすべきことをきちんとやる。それだけだ。警察沙汰なんてやめようよ。パパにバレたらやばいし。パパって、せっかく会社に親のおかげで入れたのに、自分のせいでクビになったら、親の顔にも泥塗ることになるな。それはやばいし、マジで、派遣なんだからもっとおとなしくしててよ。だから、多分武田さんが想像してるのと違うタイプの派遣だよ。割と会社でかなり重要な任務を任されてる。プロに依頼したい時に頼まれて派遣されてくるんだ。ちなみに、俺は巷では有名なプログラマーだから、今回やっとプロジェクトに参加してくれて嬉しいって、社長は大喜びしてたんだよな。そうなんですか？俺は人気で引っ張りだこだったから、俺の怪我の話は業界でもすぐに広まるだろうな。それでこの事件の噂が広まって、武田さんも有名になれるんじゃない？そんなので有名になってどうするんだよ！俺に何もメリットないだろ！わかんないよ。もしかしたら変な会社が拾ってくれるかもよ。どうせクビになるんだろうし、就活でも始めた方がいいんじゃない？なんでクビなんだよ！おかしいだろ！俺は正社員なんだぞ！派遣社員を見下すゆとり社員くん。さすがに超えちゃいけないラインは超えちゃダメだってわかんない？もう幼稚園からやり直した方がいいんじゃないですか？河本さんの宣言通り、社長はこの事件に大激怒し、武田さんはすぐに会社をクビにされてしまったんだそうですね。さらに、暴行罪で被害届も出されてしまい、巨額の賠償金と慰謝料を支払うことになったのだとか。河本さんの骨折での入院で会社に与えた損害は大きく、その責任を取らされて会社にも賠償金を支払うことに。貯金だけでは到底足りず借金する羽目に。これから何年もかけて返す必要のある借金ができてしまったようですよ。さらに、クビになった後は業界から嫌われ永久追放となり、事情を知ったお父さんにも呆れられて感動宣言され、帰る場所もなくなってしまったみたいですね。その後、実力がなく正社員として雇ってくれるところが見つからず、アルバイトを始めたのだそうですが、学生にパートとしてこき使われることになり、自分の行動を反省するようになったのだそうです。河本さんの怪我はすぐに良くなり、戻った派遣先では、うざくて仕事もできないゆとり社員が消えて、仕事がかなりしやすくなったんだとか。一件落着ってことでしょうかね。